各国の皆さんがいらっしゃっていて、日本をアピールするっていうのは正直言うと僕も体験が初めてだったんですが、まあ、ここにいる皆さんもそうなんですけど、個性あるすごい人たちがたくさんいて、クリエイターであり出演者である人たちがもう一緒にコラボしている楽しさというのがありました。今回のテーマは天変地異とかいろいろある日本だけど、その中で頑張って今もこれからますますエネルギッシュに生きていくぞという意味で、日本人の人たちにもこうチェアアップしてほしいということと、それが世界の人に日本の魅力を知ってほしいということで作りましたが、大変やってて楽しかったです。海の神という流れの中でスサノオを務めさせていただきまして、日本の伝統文化の良い部分を少しでも多くの方に見ていただけたかなというふうに思ってます。でもやはりそのせっかくこの日本という東京という場所でオリンピックが行われるのに、さまざまな問題が起こっているということは大変心なんていうんですかね、苦しくなるような気持ちになるんですね。ですけれども、やはりそのどのオリンピックもきっとこの時期には大きな問題を抱えてたらしいですね。ですけれども、やはりその今の時期こうですけれども、ここからまた改めてみんなで力を合わせられるようなことになっていけるように強く望んで、私自身も一つの駒として参加させていただきました。ありがとうございます。